平素より、うなちゃんまん、こと、佐野智則をごひいき賜りまして、誠にありがとうございます。配信会にとどまらず、芸能界、放送界におきましても、自称レジェンドとして、大いなる評価を得ている佐野ですが、今回、なぜ、どうして、そんなに、佐野は、優れた人間なのかを自ら分析。いじめられますよね。佐野の、人間離れした洞察力、フェイスでもって、半世紀を生きてきた、下々に役立つか微妙な情報を、ど根性の心意気で大放し。それでは、配信アプリを、マッチングアプリ感覚で使いこなすおっさんの、結構どうでもいい、お勤め談義をご確認ください。うん、昨今、巷を震撼させた回転寿司店醤油ペロペロ事件の真相を深く掘り下げ語る佐野ペロペロ解説員。だから、なんだろうな、段階踏んでくんだけど、俺はガキの頃は一度も捕まったことはねえからあんまりよくわかんねえんだけど、パンチパーマで陸上部シニアリーグに所属し、二軍プロ野球スカウトにも一物を置かれ、同級生からは幹部と呼ばれていた佐野は、中学時代家庭教師をつけ勉強もできた優秀な生徒だった。少年院でパクられると、まあさっさと出してくれるんだけど、2週間ぐらいで。やんちゃ設定の佐野は少年院たるものを想像で語っていた。その当時はほら、少年法に守られてるっていう、守られてるっていうか、佐野は少年法をエビらしきもので例え、最後は2匹になった。で、家庭裁判所で判決受けてどうのこうのとかやるじゃん。佐野は肝心な部分をどうのこうのと略す指先が洒落た解説員だった。さっさとやれよってめんどくせえな。佐野の後ろ髪は旧社会のバイクのごとく跳ね上がっていた。やがてフィリピンから強制送還される特殊詐欺グループの今後について語り出した佐野解説員。海外みたいに監視を買収とかできるのかな。これね、俺の経験で言うと、例えばね、フロアは15分で上がれとか、もうそういう決まりがあるんだけど、そういう時は、あ、まだ入ってていいよとか、そういうのあるよ。それが買収なのかどうかわかんないけど。服役中、長風呂を買収したことがある大悪党な佐野。そのもろくそよ、煮えたぎった風呂にまず入れとか言いやがってよ。いや、これ入れねえよって。佐野はゲーム館から煮えたぎる熱湯に入れと命令されるいじめられっ子だった。おーおーおーおおおおって、もう薄めねえと入れねえよって。佐野はいいリアクションをしてしまう、いじりがいのある囚人だった。うん、ほんとよ、毎日風呂入るから。服役中、刑務官の給食係を仰せつかっていた佐野は、衛生上毎日風呂に入れるエリート野郎だった。いじめかよ。まあ親父はそうやって風呂上がった後に、工場入った後に、夕飯の俺らが
準備をするわけじゃん。まあな、頼むって言って、好きなの食えって言われて。佐野は風呂洗い、コーヒー牛乳やアイス、宝山団子などが食べられるエリート野郎だった。まあ俺のことは佐野っては基本的には呼んでないけど、637って呼ばれてたから。637は時折嘘を交え、刑務官から特別待遇を受けていると値打ちをこく傾向があった。乳歯が抜けた佐野は愛くるしいあくびをした。山の空気はうまいんですか。自由だからね、誰にも文句も言われない。昨今の佐野はカメラ前に座り、独り言で投げ銭を得られる仏像のような生活を送っていた。俺もそうだったんだよ、とうとう。でもそれ行くだろ、それ行って、それ行って食えねえ、大概食えねえ。ああ俺も行ったよ、胃がもうびっくりしちゃって、うるってな。佐野は出所直後、ゲップを伴い身もだえながらテトリスの歯で牛肉を切り裂き揉んでいた。あとは何か聞きたいことありますか。何もないんだったらまあいいんですけど。佐野は相変わらずのコメント不足にあえぐ囲いが、同情からさほど興味もない話題を振る状態が続いていた。13、ああ原ちゃんがね、坊ちゃんのことをなんかだいぶ言ってるみたいだけど、お前その辺にしとかねえと、お前行くぞ、俺が発狂してるぞ。発狂の佐野は行く準備を始めた。釘だけ刺しといてな。佐野は腹のどこかしらに何らかの釘を刺した。パパ、僕が関水じゃなくてバレなくてよかった。いや関水だよ。受刑者637は関水なる刑務官のための食事を作る給食係を拝命していた。超エリートだ。受刑者637は塀の中では超エリートだった。佐野は塀の中での超エリートな生活を信じてもらえず、ショックを受けていた。俺は工場は関水だよ。まあ関水っていう名前で呼ばれるパターンもあるし、職員食堂ね。佐野は関水の肩書きに誇りを持っていたが、塀の外では全く自慢にならなかった。刑務官の食堂で俺らは普通に食事の準備をするだけだから、飯も銀シャリ炊くわけじゃん。まああっという間に赤線になったけどね。佐野は関水の中でも位が高いとされる赤線にあっという間に成り上がる腕前を持っていた。
ったりするんですか？しないよ。ぶっちゃけ、親父に、もうさ、工場は何人かしかいないじゃん。余るようにやるんだよ、まだと。で、おやさん、ちょっと余ったんですけど、入っていいですか？お前食え。ありがとうな。佐野は、姑息な手段で、刑務官と同じ、食事をとるエリートだった。わしに挨拶してき。行儀の佐野は社長に親父ことゲーム館に挨拶するよう厳しく指導した。そう、その代わり休みの休みに出る時の急では一人でやれよ俺は常に言ってたんだけどな。関水はいつの間にか佐野は刑務官になった体で受刑者である関水にダメ出ししていた。佐野くんの関水にとって給食のおばさんゼロなの。何を言ってるのか分かんない。千人評議員やつらもやったことねえくせしやがってよ。お手半変えた方がいいよ、お前。かぶれかよ、お前。かっこ悪いよ、お前。佐野は反社を気取って20年南警察署を従える男に成り上がっていた。刑務所の楽しみは何ですか？俺は何だったかな。俺は別に毎日楽しかったかな。さああなたも退屈な俗世間を捨て毎日楽しい塀の中へ入ってみませんか？うん。だって俺刑務所から出所して4ヶ月後に俺トライアスロンの大会に出たから。何を考えてんだかな。なんかな。